香りのアコード、それは兆候の基礎、そして香水の柱だ。龍涎香にシダーウッド、ラストノートは人工。ふんふん、これは川の香りですか？そうだ、川から精油を抽出することはできないが、他のものから川をイメージするような香りを作り出すことはできる。これこそがアコードだ。その方法でならこの世の全ての香りを作れるのですか？それは非常に難しいだろうな。この世には唯一無二の替えの効かない香りがある。その香りに人々は熱狂し酔いしれた。アウグステスをつけてパーティーに行くと唯一無二の存在になれる気がする。私が使ってるのよ。じゃあ買わずに売れるのよ。いいです、どうでもいい。入れてそれで十分だろ。この唯一無二、今こそ終わらせるのです。神話は逆転でき、奇跡は再現できます。必要なのは技術、経験、果てなき探求心、そしてわずかな忍耐。残る問題は、本物のアウグステスがどこに隠されているか。襲われたことを装い、自由に動けなくしたのだから、手の届く範囲にしか隠せないはず。窓の外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだったぞ。温度や湿度を保つため、主催はわざわざ尿論派に特製の植木鉢を作らせたんだ。香水は花と同じように美しく脆い。だから保管の際には日光を避け、温度をコントロールすることだ。メモは取れたかい、エミリエ？メモできました。しまったのか。そうです、先生。